メンバーは印が入った特製タイツを着用。4人ずつ2チームに分かれて対決します。守備チームは自分たちの体をマット代わりにしてリオちゃんを上に乗せ、攻撃チームはルーレットでリオちゃんの手足の動きを決めます。さあ、長い間リオちゃんを乗せれていたチームの勝ち。青ですね。左から。ちょっとこれリオちゃん的には嬉しいでしょ。左手が青。あ、けど俺もラッキーしてるこれ。なんか難しいな。はい。まず左手が赤。これが俺だ。はい。ああ、そこはいいとこですよ。お。あ、それでは攻守交代。ロッシーチームがルーレットを回し、川島チームはマットになってリオちゃんに乗ってもらいましょう。出ましたよ。青、はい、右足が青、はい、青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 、これ、それ、足がどうぞ。どうしよう。はい、どこでも聞いて。めっちゃ腹立つ。屈辱やで今。これが良かった。はい。じゃあ、左足黄色。何なんだよ。目奥行く。何があったこんなん乗ってたらあかん。リオちゃんとの楽しい一日だったはずが、今日の月曜いいとこなしです。というわけでリオちゃんを長い間乗せていた新チームが勝利。罰ゲームは藤田が代表して受けることに。リオちゃん知らないかもしれないけど、はい、俺こっから上の神経切れるのね。え、はい。だから痛くない。全然痛くない。
スイッチがあるんですね。スイッチがあるんですよ。さあ、行きましょうか。僕じゃあ、まずその頃特集に。痛い痛いよ、今まだ痛い。神経切ってないから痛い。どうぞどうぞ。藤田の顔につけた洗濯ブサミから伸びる紐をリオちゃんの足首に装着。あ、怖いです。私は大丈夫なんですか？本当に大丈夫なんですか？すごいです、すごいですよ、ほんまに、はい、この一瞬に神経をオフにできるから、もう切り蹴ってあの扉の方まで、はい、ください。はい、OK、 もう全く痛くない。じゃあ行きましょう。この時間リオちゃんお願いします。はい、じゃあそっちで、はい、お願いします。怖い。私めっちゃ楽しんで。お疲れ様でした。